日本埼玉県埼玉市西区宮前町宮前町は埼玉県埼玉市西区の町名。郵便番号は331-0046。本校では宮前町の前身で現在も残存する大技場内屋及び大技西内屋とその前身である内屋村やその後に成立した上内屋村や西内屋村についても述べる。埼玉県埼玉市西区の北東部の 大宮台地上に位置する。大宮台地より河川沿いの低地に向かって比較的緩やかに傾斜している。地区の東側で日新町に、南側で三峡及び差し扇木に、西側で西大宮に、北側で清川寺や内野本郷及びその飛び地に隣接する。地区内中央では国道17号と国道16号が交差する宮前インターチェンジがあるなど交通量は多い。 また、南部では、ロードサイド店舗が出店している。北西部は、住宅がまばらで、農地が広がる、のどかな地域である。住宅地の地価は、2013年7月1日に、公表された埼玉県の地価調査によれば、宮前町665番40の地点で11万4000円、平方メートルとなっている。元は、武蔵区に足立郡に属する内野村、古くは、 戦国期頃より見出せる豪村である上、足立郡に属する内野郷であった。近世初期頃に内野村から城内野村、金谷村、内野本郷村、清川寺村に分村したとみられる。江戸期は足立郡職、田谷寮に属する城内野村で古くは内野郷に属していたと言われている。村高は昭法年間の武蔵国田園坊では300国余り。 元禄号町では181国余り、天保号町では182国余りであった。スケは中仙道大宮宿に出役していたが、聖徳、安永年間は日光成海街道大門宿にも出役していた。活性期の世帯数は10件で、村の規模は東西8町、南北6町であった。江戸期は足立軍職、田谷領に属する内野村で、古くは 内野郷水旗層に属していたと言われている。村高は、原禄郷町では123国余り、天保郷町では123国余りであった。スケは、中仙道大宮塾に出役していたが、聖徳、安永年間は、日光成海街道大門宿にも出役していた。火星期の世帯数は24件で、村の規模は、東西10町、南北6町であった。 2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内を川越線が横断するが駅はない。最寄り駅は西大宮駅である。大宮駅、西口方面からの路線バスが運行されている。埼玉市西区、コミュニティバスや埼玉市西区桜木地区、乗り合いタクシー。 味最号は、宮前町方面へ運行されない。ありがとうございます。